内容知らないんですよ。そう、本当にこれ嘘かなとかって思われちゃうかもしれないんですけど、本当に知らないんですよ。そう、本当に知らなくて、でカメラ持ってきてくださいって言われたんですよ。その今回のね生放送参加する時に、前にカメラ持ってきてくださいって言われて、カメラ持ってきたんですよ。でちかなちゃんは大きい電卓持ってきてあれね、新潟フレンドで使った、そう私もいたロケの回だったんですけど、その電卓と、みはるはテッドくんの一式グッズを持ってきてたんですよ。トートバッグだったりぬいぐるみだったりスタンプだったり持ってきてて、でレイちゃんはスケボー あのスケボーを持ってきてて、でスケボーの格好をしてくださいって言われたらしくて、だけどみんな一切使わなくて一切使う場面なかったですね。強いて私が最後その放送終わった後に、あの生放送が終わった後に写真撮ったぐらいで一切使わなかったんですよ。そうそうなんですよね。そうなんです、はい。まあ、それもね、まあ、小道具っていうところで匂わせだったみたいです。そう、あの公式ツイッターあるじゃないですか。私全然気づかなかったんだけど、全然ね気づかなかったんですけど、あれ名前が実は出てたんですよ。見ますの分かりましたか。そう、結構そのリップとかでもね、気づいてらっしゃる方とかもいらっしゃったんですけど、そう名前が入ってて、そう私全然気づかなかったの全然わかんなくて、なんかすごい、なんかすごい、なんか詩人みたいななんかすごいね、その文章が上手なスタッフさんなので、すごくすごくね上手な方が打ってるので、だからそうなんかすごい詩人チックに怒られるかな、こんなこと言ってたら、なんか詩人みたいな感じで、あなんか言ってらっしゃるなと思ってたんですよ。そう全然ね、なんか迷いとかもなく、そうだから、あそっか、まあ確かに1月から始まってねとかって思ったんだけど、そしたらまあ自分、私たちのその出演するメンバーの名前が入ってて、プラス小道具がある子たちっていうことで、そうそこでね追加でなったんですよね。そうなんですよ。そう感心してたらね、そうさらっと読み出す、本当にそう読み流しちゃうと気づかないんですよ。気づかなくって、そうなんですよね。そうなんですよ、はい。ということでこんな感じでね出演させていただきました。ありがとうございます。なのでいきなりそう看板をつけてくださいって言われて急いで生放送中に必死にもうネジ回したり、ネジを隠すそのシール貼りとかもしてたりしてて、そう全然あ気づかなかっただよね。そう名前入ってるんですよ。そうなんですよ、そうなんですよ、はいね。なのでね、ガチな作業、そうだ知ってたら違う服にしてました違う服にしてましたね。本当になんかそう違う服にしてた、動きやすい格好してたんだけど、そうちょっとね長いロングスカートで夜中に深夜にさネジを回してました、はい頑張ってたねなんか必死にネジ回してたかも、なんかシール貼りとかもしてたかもしれないという感じでね、そう生放送に参加させていただきましたね。ありがとうございますね。まさか看板作る、そうだね看板作ると思わなかったし、そう看板をね、そうなんていうの、完成した姿をね見れてよかったなって思います。ありがとうございますね。もうすでにね今日見に行ってくださった方とかもいらっしゃってて、そうこの間ねその公演来てくださった方だったので、ちょっとね見れるタイミングがねいつかあるといいなと思ってて、ちょっとねなんかないつまで飾られるかっていうのが、ちょっと展示させていただけるかっていうのが分からなくって、なのでよかったらもしね新潟に来る際によかったら見ていただけたら嬉しいなって思います。あロッチさんそう来ると思ってたんだよねロッチさん絶対来ると思ってた私。そうなんか ロッチナイトでしたっけごめんなさい、そうがお休みって言ってたから、そうだからね来ると思ってたんだけど、そしたらなんかスマホの中にいてスマホの中にいてすごいちっちゃい画面で映ってましたね。あ、いつかりありがとうございますね。そうスマホの画面がちっちゃいからここの中にいて、いつもだったらなんか1回2回目の収録の時、そうなんて言えばいいかな、第1回があってその次の収録の時2回目の時の放送の時には画面で出演だったんですよ。だからなんかもし来ないとしたら大きい画面とかであれなのかなと思ってたから、大きい画面が昨日の現場にねなかったから、モニターがだから、あいらっしゃるのかなと思ってたの、そしたらいなくて
で小さい画面の中でねいましたね。そうそう、大体もうこの間そう2回目の時、2回目の放送の時はそう大きいモニターの中にねロッチさんがいらっしゃったんですけど、今日はねちっちゃい中でねあれでしたね。はい、面白かったです、本当に面白かったです。うん、ぜひ皆さん見に行ってみてくださいね。ありがとうございます。本当にそう緊急って感じだったよね。本当に緊急って感じでしたね。うん、そうそう音量もね、そうなんかななみちゃんがさスマホにさマイクつけてさ大きくしてる感じだったから、そう、ね、ぜひぜひよかったらね見てください。ちょっと頼みますね。リコこれさ30分ぐらい話そうかなと思ったけどさ、あっという間に終わっちゃったあっという間に終わっちゃった。今日ねその30分ぐらいぼっと話してその後にそうカラオケ配信しようと思ってるんですけど、なんかもうちょっと7分で終わっちゃったよね今日は昨日の出来事を話してたら終わっちゃった。うん、そうね、ちょっと巻きすぎちゃった、どうしよう両方に、ドライバー持ってるのが可愛かった、なんだろう、両手かな、ね、まだ7分、どうしよう、もっと膨らませる、ごめん、なんかもう言いたいこと全部詰めちゃったあの似顔絵の感想は、あの似顔絵の感想、でもなんだろうでも特徴捉えてますよね、特徴なんかそれぞれ捉えててね、捉えてましたよね。うん、そうなんですよ、特徴がね、うん、捉えてて、そうだね、 あっちのドライ、あの動くやつかな、電動のやつは確かにそうだね、あの自動のやつでやってましたね、自動手動か、手動のやつだ、手動のやつでやってましたね。うん、そうあっという間に終わったよね。そうね、立派な眉毛、そう分かる、立派な眉毛だったよね、分かります。ね、私の寝顔はななみちゃんが描いてくれました。そう、CM で映ってないところを見れたのが貴重でした。確かにね、そうだよね、あの生放送とかだとさ CM に切り替わった後ってね見れないもんね。確かにインスタライブだからこそ見れたかもしれないね。そうね、ななみにしてはよく描けたと思うななみにしてはね。あ、歌舞伎の、スケボーの件は、なんか急にいきなり振られて何しようと思った結果があれでしたごめんねいきなり歌舞伎出ちゃった、うん、かな。あ、そう近藤さんにもね、そうサインしていただきましたね。そういつの間にかありましたねスケボーしたことは今まではないかな、私ちゃんとスケボーしたことない。なんか小学生の頃になんかお父さんと公園でなんかみたいな感じはあるけど、なんかちゃんとガチのスケボーはしたことないかもしれない。うんね、遊びに来たよ、ありがとうございます。そう延長の部分がね見れたので、よかったらその後日ね、あの TVer さんでも配信していただくんですけども、その今アーカイブも公式のね、インスタライブがアーカイブで残ってますので、よかったら公式のあのアイドルってなんだのインスタを見ていただけたら嬉しいなって思います。よかったらね両方見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます、ありがとうございます。うーんと、やってたら全然遊びですよ、全然もうシューって滑るぐらい、本当になんかレイちゃんみたいにさ、なんかこうひっくり返すみたいな技とか全くできない。そうすごいよねあれね、本当にすごいと思う。スケボーってすごいよね、だってさ、なんかその手すりのところに滑ったりっていう競技とかあるじゃない、種目かなんかあるじゃないですか、すごいよね、本当にすごいですよね。うん、ね、運動神経必須だよね。そう本当に、そう転んだら痛いよね、わかりますわかりますね。でも見たら面白いですよね、見るのは面白いんですけどね、本当にやる、自分自身がやるっていうんだったら本当大変なことになっちゃう、私だったらね、難しいよね、乗るだけでも難しいよね、本当にね、ありがとうございます。すごい、あ、なんか今日すごい、ありがとうございます。なんか久しぶりに来てくださる方もコメントしてくださる、ありがとうございますね。村民の方もね、すごい、村民の方と西村軍団兼任してるんですか、すごいですねすごい方がいらっしゃいましたね。そうか、あ、二刀流なんだ、すごいね、あやむくんさん、すごいね。ローラースケートは星やりせ、滑りやすいってことかな、お休みだからかな、ありがとうございますね。みんなお休みどうですか、スケベの、出番来るとき何か考えた、何にも考えてない、もう思ったままやろうと思ってたね、ゴールデンウィークですね、やはりね、
うん、ありがとうございますね。いいな、村民とか西村軍団とかあっていいな、なんか率いるものがあっていいですね。私何も率いるものがないからな。マリナ様40時間後に会えますね。あ、本当40時間後ですか。あ、そっか、あさってだもんね。そうだよね、うん、よく見てるな、そういう見ちゃう、名前見ちゃうそう、コメントも見るんだけど、みんなの名前も見ちゃうんだよね。うん、そう、率いるものないんで、はい、ないんですよ。うん、軍団作っちゃう西方軍団すごいな、めちゃめちゃ強いお名前ですね。なんか西方軍団って強いね、なんか漢字があれかなどん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 みたいな感じだよね西方余計を引いてるかな、引いてるかしらね。ありがとうございますね。西方団ちょっと待って、ちょっと言いづらかった、西方団朝後からもね、後も見ますね、見ます。あ、休みメール来た、早いね、あっという間に来たね、ありがとうございます。西方いっかということで、じゃあ歌っちゃおうかな話広げられなかった全然話広げられなかった。うん、リアル西方家を率いてるのはパパさん、まゆみさん。家計の面ではお父さんだけど、家庭の面ではお母さんかな。うん、メールありがとうございます。そう、歌いますね。なんかどうしたら、まだ12分しかなかったよね。でもゆっくり歌おうかな、なんか、うん、全然伸ばせてない、多分私は尺伸ばすのあれですね、はい、あの得意じゃないですリカちゃんとかいたらすごい、すごいね、尺伸ばしてくれるんだけど、全然すごい巻いてる。あ、頑張とうよかった。明日もね配信する、ありがとういや、なんかすごいありがとう、いいタイミングでありがとうございます。そう、明日もね配信しようかなと思ってる。なんか気づけば、あの配信してるよね、毎日毎日配信してごめんね、みんな大丈夫かな、みんな大丈夫ですか。なんかあれだよね、あ、せっかち、私せっかちですね、全部せっかちだと思う、うん、全部せっかちです、基本せっかちです、はい。明日も嬉しい、ありがとう、ありがとうね、嬉しい、ありがとう、こちらこそありがとうございます。毎日してるかもね、ありがとう、毎日アイドルになっちゃうね、毎日アイドルです、ありがた、本当になんかそう言っていただけるの嬉しい。でもさ、あのもしね、なんかそう、なんか、はあ、見なきゃっていう気持ちだったらごめんね、もし見なきゃっていう気持ちだったらごめんね、うん、あ、昨日見れなかったから嬉しい、ありがとう、そう言っていただけるの嬉しいです。久々ですね、久々で、まゆちゃんは全然大丈夫、まゆちゃんは全然大丈夫です、まゆちゃんは全然大丈夫です、はい、よいしょ、ということで、ゴールデンウィークのせいですか、こんばんは、こんばんは、目がキラキラ、そう、今日もね目がキラキラにつけちゃった、大丈夫かな、大丈夫ですか。この間久しぶりにマリナお姉さんを拝見してます、ありがとうございますね。またよかったらぜひね、あの見に来てくださったら嬉しいです、嬉しい、毎日楽しみ、本当ありがとう。歯が痛いのを忘れられるから嬉しい、大丈夫、ずっと歯痛くない歯痛くない、うん、さっき起きたの、うん、結構前に起きたよ今日は何時だ、今日はね2時間なので12時まで配信したいなって思います。でもいろいろと話しつつ、カラオケしつつみたいなことができたらいいなって思います。プルプルで可愛い、見て、配信見てるのがルーティンになってるので大丈夫で、あ、ありがとう、ありがとうございます、お久しぶりです、ありがとうございます、顔も見れて嬉しい、ありがとうございます。ちかなちゃん公園内ね、大丈夫かな、ね、落語頑張ってほしいね。そう、今日は早く帰ってこれたからみたい、本当瀬戸利は考えて、瀬戸利は私は考えてないでも瀬戸利っていうか、曲、この曲歌えたらいいなと思ってて、あいなちゃんのね卒業公演とかもあったりして、で今回も、あ、まりちゃんはそう、家派です、ごめんね、そうだね、これでも申し訳ないね、ごめんね、家派です、そう、なんか今イベントやってますよね、そう、家派です、すいません、ありがとうございますね、パソコンもね、ありがとうございます、そう、ありがとうございます、そうなんですよ、そう、ありがとうございます、家派です、そう、リアルに家派です早く帰れないいいと思いますよ、ね、楽しんでくださいね、うん、気晴らしになって、あ、そうなんだ、12時までお仕事だったんですね、頑張ってね、家派多い気がする、本当
むりちゃんの歌は本当お供に最高、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。ということで歌っていこうかな。今日のお供はこちらです。このお茶大好き。このお茶、このお茶が飲んでるかも一番。うん、そう、けんびちゃんもね飲んでるんだけど、これも飲んでるかな。そう、あ、見に行こうかなって思ってる。全然、あ、こっそりこんばんは、こっそりこんばんはなの見に行ってみてくださいね。そう、イエモンさんがすごく好きです。はい、うん、そう、このお茶すごい飲んでます。多分このお茶で 80% できてるんじゃないかなって感じです。あ、特茶飲んでるの。特茶ね、私あんまり特茶飲んだことないんだよね。うん、箱買いしたんだ、すぐ終わった。あ、箱買いしてお茶ってすぐなくなっちゃうよね。達成したかな。あ、本当ですか。あ、ありがとうございます。え、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。無理しないでください、ありがとうございますね、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、確かにジャスミン茶も好きなんですけど、なんかジャスミン茶が売ってるところがあんまりないんですよ。なんかコンビニとかでも結構限られちゃったりとかしてて。そうね、ジャスミン茶大好きなんですけどね、伊藤さんのね。はい、ということで歌いたいなって思います。今日は聞きながら聞きます、ありがとうございます。あ、今日は今日はながら聞きますか。今日はながら聞きます、ありがとうございます。多分ね、店舗さんによってね出てるお茶のメーカーさん違うんですよね。そうね、ウォルクさん出てる本当。ということで、どういうこと、かぶり物シスターズですちょっと待って、どういうこと、どういうこと。ということで歌いたいと思います。どうしようかな、悩むね。でもなんかいろいろ、なんか昨日のあのね帰ってきたからちょっと悩んだりとかしてたのね。そう、いろいろ何歌うかな、うんうんって言って。最近さ、メモ開くとメモがねすぐに見れないんだよね。あ、出てきた。え、緊張する人、すごい今度緊張してきた。どうしようかな、じゃあこの歌とから歌おうかな。この歌はあのフルで歌ったことないかもしれない。私初めてフルで歌った、なんかいつも前にカラオケで歌ったことあって、前置き長いね、ごめんね。歌ったことがあってフルで歌うのは初めてです。はい、ということで声出しがいいな、声が出てくれるといいな。ということで歌います、聴いてください。あ、フルです。ステージ頑張ってるとみんなに聞いていたよ。本当は今すぐにでも僕は駆けつけたかった。メール抽選なかなか当たらずに君の夢ばかり見てた。シアターの女神ようやく会えたね。こんな近い距離に素敵な君がいる。シアターの女神初めてここに来れた。テレビアグラビアより輝いた君が好きだ。毎日熱をして誰より努力してる。いつかは君の夢がきっと叶いますように。どこにいたってハートは釘付けさ。僕
は君だけを見てる。汗をかいた女神、噂以上だね。一生懸命さに心が打たれるよ。汗をかいた女神、何度も会いに来たい。生きてくその楽しみ、見つけたよ君が好きだ。さあこの質問なんだっけ、ゴールデンウィークにいい思い出と悪い思い出あるっていう質問来たんですけどなんだろう、いい思い出は、生放送に出させていただいたことかな急にさ歌ってる時にさあのびっくりしちゃった今歌ってて質問投げてくる方ね、ちょっと初めましてでびっくりしたね、そうびっくりして、そう歌ってて見ててね、そうびっくりしてこのタイミングでびっくりしちゃった。ありがとうございます。そう1曲目によかった、寂しかった、寂しかったかな、そう寂しかったかしら、よかったということで歌いました。これもねいつか歌ってみたいんですよね。私そう歌ったことなくて劇場で、そうね公演がねできたらね、そう瀬戸の女神公演やりたいんですけどね。そうありがとうございます、あそうなんだ、初めて入った公演が、そうだったんだね、そうだったんだね。確かに門継ぐのじゃんけん思い出すね、歌い出しのやつね、懐かしい。じゃあということでね、どうしようかな、続いて悩むな、ちょっとねこの歌も歌えるかな、この歌歌うかな、なるほど、お金使いました、ありがとうございます。あ、杉野さんがねソロ公演でね歌ってた曲です。じゃあ続いて探してきます。これにしてみようかな、どうしようかな、歌っていこう、どこどこどこ、あった、え、ちょっと待って、違う、これじゃないこれじゃない、あ、これにしよう、あー間違えたこっちですね、これにしたいと思います。これもフィルで歌いたいと思います。違うんかいって自分でもなっちゃった次はこの曲です、聴いてください。このカードまだ明日から君がいるとなぜかわかった、日差しの向こうから不意に近づく予感がしたよ、本当の恋だから不思議なことがある、偶然が続くのは運命の人だろう、好きすぎて好きすぎて好きすぎて、もう僕は君以外見えてない、未来の答えも出会う
好きすぎて好きすぎて好きすぎて、この胸が切なくて苦しくて、諦めかけてもまた好きになる希望的リフレーいい歌ですよね、これよかった、やれてあなたの魅力ポイント。どこかよそよそしく立ち話ですぐに別れた、せっかく部のチャンスなのに、ただそれだけで十分だった。友達の友達じゃこれ以上進めない、偶然はでもきっと何度だってやってくる、君だけが君だけが君だけが冷静の内側で揺さぶるんだ、まぶたを閉じてもその微笑みが離れない、君だけが君だけが君だけが生きている意味だって知ったんだ、抑えようとしてもまた思ってる希望的リフレイン。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、もう僕は君以外見えてない、どんなに願っても叶わないことわかってる、君だけが君だけが君だけが気づかない僕だけの花でいい、息をするその度また好きになる終わらないリフレイン、好きになる希望的リフレイン。待って画面割れてないでしょ。ありがとう。そう、飛び出し指出し、飛び出し指差しです。はい、ありがとう。そう、あれ目に刺さった。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。この歌も好きな曲ですね。なんかもうバイト AKB の頃にこの歌を覚えて、そうどこかで披露したんだよね。どこだっけ、忘れちゃったな。うん、ありがとうございます。ありがとう、スクショしちゃった、本当ありがとうございます。飛び出しマリちゃんだった、ありがとうございます。そうね、いつかね、そうまた披露できるといいよね。ね、パチパチ、みんな好きな曲でいい歌だよね。なんかこんなシンプルにストレートなキャッシュって言っちゃった。歌詞でね、いいですよね。続いてどうしようかな。続いてもどん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 歌っていきたいと思います。あ、そうそうそうね、そう、OG の方が出てきてますよね。どうしようかな。次は、悩むな。何歌おうかな。どうしよう、ちょっと待ってね。こっち歌ってみようかな。流れだと、これ、こっち。じゃあ、君流れでいこうかな。こっち
にしようかな。ちょっと待ってね、むちゃっぷになっちゃってごめんね。これだ、何でも言っちゃって、わかる、何でも言っちゃうね。はい、これで。あ、ごめん、黄色くなった、黄色くじゃなかった、ごめんなさい、こっち来ちゃった、ごめんなさい、こっち来ちゃった。春の魔法に日差しは変わって、人も街も明るめに着替えた。風に誘われ気づけば知らずに僕は口ずさんでいた。遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のフェイバリット、なぜこの曲が浮かんだのだろう。突然に愛しさはいつもずっと前から準備してる。ノイズだらけのデリボが聞こえてきたんだ。時を超え君はメロディーメロディー、懐かしいハモニーハモニー、好きだよと言えず抑えていた胸の痛み。僕のメロディーメロディー、サビだけを覚えてる。若さは切なく輝いた君が蘇るよ。君と歩いたセンター街から通りに抜ける青春に迷って、知らないうちに大人になってた。歌を聴くこともなく何を忘れてしまったのだろう。新しいものばかりを探して今の自分に問いかけるような、あのミュージック。偶然はいつも教えてくれる意味があると思いがけない未来、眠っていく恋が入れちゃった。目を覚ます甘いメモリーメモリー、夢を見たグロリーデイグロリーデイ、さよならに込めた永遠こそ僕の誓い。不意にメモリーメモリー、面影も鮮やかに無意識にそっと口ずさむ僕は今でもまだ。振り返るように君も思い出すだろうか、あの頃いつも流れた。懐かしいハモニーハモニー、好きだよと言えず抑えていた胸の痛み。僕のメロディーメロディー、サビだけを覚えてる。ほろ苦い感情が溢れ出す今も、こんなメロディーメロディー、きっとどこかで君だって口ずさむだろう。思い出は時には優しい。
ポチッと。あ、ごめん、あ、なんかブチ切りしちゃった、ちょっとごめんなさい。ブチ切りしちゃったね。なんかこの CD 買ったっていう方いっぱい、なんか思い入れのある曲って言ってくださる方いらっしゃいますよね。そうなんですよね。そう、タイプ D だったかなに収録されてるのがマックス時315号で、ありがとうございます。うん、わかる。この歌いい歌だよね。めちゃくちゃいい歌ですよね。ね、ありがとうございます。それはもう、それはもう、ありがとう。歌うまくなったね。本当嬉しい、ありがとうございます。なんかコメントでちょいちょいと褒めていただけて嬉しいです。ありがとうございます。よかったら聞いてってくださいね。はい、よかったらこの歌でよければ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今夜夜行バスで新潟へ。あ、本当、満席なんだ。気をつけて来てね。ありがとうございます。いい選曲ですか。じゃあどうしようかな。続いてもどうしようかな。変化球行こうかな。変化球行ってもいいですか。流れが完璧、ごめん、ちょっと流れ壊しちゃう。壊すっていうか、なんかちょっとまたあれが変わるかも。変化球行こうかな。はい、変化球行きますね。あるかな。なかったら悲しい。あるかな。ありますよね。ない。ちょっと待って、怖いことが起きちゃった。危ない。怖いことが起きちゃった。起きちゃった。なかった。いや、今日ね、そのノースリーブスさんのキスの流星を歌おうかなって思ってたんですよ今日。なかった。そう、なかったです。そう、キスの流星どうしようかな。じゃあ違う曲にしようか。そうなんですよ、オーマイガーになっちゃった。変化球がなかった。ノースリーブスさん、どうしようかな。歌えるかな。一番だけになっちゃうかもしれないんだよね。どうしよう。どうしようかな。こっちにしようかな。それか。久しぶりに歌おうかな、こっちね。悩むな。悩むな。いや、飛ばします。ちょっと違う曲にしよう。ちょっと違う曲にします。こっちにしようかな。ね、私これ初めて歌うんですよね。この歌もね、初めて歌うんですよ、実は。6年間 ?7 年間約7年間活動してるんですけど、7年間 ?6 年間か。ちょっと別の話に、別の曲にして。ごめんね。これね、歌いたいと思う。なんかその、卒業公演で、みんなやってる?みんなやってるかも。今、ヌエとカドちゃんと、アイナちゃんもこの曲やってて、実はちょっと当てられるかな、みんな当てられますかね。この歌をね、やってみたいなと、やってみたいじゃない、歌ってみたいなと思って、じゃあこの曲にしたいと思います。そう、みんなやってるんですよ。歌えなかったらごめんね。これここ早口のところあるよね。私初めて歌うんだよね今日。そう、実はそう、わがどんどんちっちゃくなってて、初めて、そう、私歌ってなかったの、まさかの。そう、ちょっと歌えないかったりしたらごめんね。初めて出会った時はみんななぜかうつむいていたね。誰もよくわからずに人見りしていた。なんか絶対今違うことが言った。それぞれ夢を持ってこの場所に集まったのに、なかなか一つになれなかったね。下の目で呼べたのはいつだろう。ある日不意にごく自然に呼んでいた。ぬくもりが心に背中見ている
時間が必要なんだ。いい歌。厳しいレッスンの時、そっと声をかけてくれたよね。いつもできないことを一緒に乗り越えた。少しずつお互いを理解して話し始めた。未来のこととかチームのことね、友達になれたのはいつだろう。突然じゃなく土から芽が出るように、ゆっくりと優しさに照らされて、笑顔になって花びらが開いたんだ。競い合うライバルよ、その前に仲間だと思う。信じなくちゃ何も始まらない。いつかはみんなであのステージで最高の願いを叶えよう。したのなんて呼べたのはいつだろう。名字とかさん付けはよそよそしい。したのなんて呼べたのはいつだろう。ある日不意にごく自然に呼んでいた。ぬくもりが心に伝わるまで、背中見ている時間が必要なんだ。友達を歌おうよ。ララ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 呼びながら、もう一度歌おうよ。ララ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 。手繋がないとと思って最後繋ぎました。ありがとうございます。なんかすごい、あれ私ちょっとあれかな、順番間違えたかも。ちょっと待って、これ最後感出ちゃった。ちょっと待って、また順番間違えた。私さ、あの最後に歌うべき曲を途中で持ってきちゃうんですよ。ねえ、ちょっとあれだよね、ちょっと最後感、あれもう終わりかも。もうちょっとカラオケ終わりかもしれないな、うん。いいですか。中盤があれ終わり、うん、クライマックスかな。なんでもない、なんでもない、ゆかちゃんかな。いいですか、すいません、ありがとうございます。ちょっと順番逆でした、ね、でもそう、歌いたかったので歌えてよかったです。ありがとうございます。すごい、すべてにおいて巻いちゃうね。どうしよっかな、悩むなぁ。そうしたら、あ、ちょっと待って、今は、あ、じゃあこれにしようかな。まりちゃん、まりちゃんの斬新ですよね、初めて歌ったの私。じゃあ次はどうしようかな、この歌歌おうかな。ちょっと待ってね、あ、こっちだ、あ、間違えた、あー間違えた、
大変だこれ。これなっちゃう。あ機械音痴かもしれない。機械音痴だ。機械音痴だ。あ、オッケーオッケーオッケー。できたできたできた。きたきたきた。全部うんなっちゃう。ね。N って打ったらうんになっちゃうの。難しいね、うちのね。ちょっと待ってね。これを歌いたいと思います。あれ、どこだ？どこだ？どこだっけ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 ？ないってことないよね。あるといいな。え？これももしかしてない？いや、それはそんなことないはず。あった、すごい独り言言っちゃった。ありました、ありがとうございます。ということで、この歌をできるかな、ダウンロードし、あ、できた、来た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 、この歌を歌いたいと思います。君との約束を忘れたわけじゃなく、バスケの練習で自分はおかしいよね、わかる、遅れてしまったんだ。彼女を待たせてるからなんて青春のラップタイム、人はみたいに息を切らし焦り処理になって一秒でも巻き返そう、ただ一つの理由は好きだから、携帯かけるより渋滞のバスより君が待つ場所まで走る方がいいさ。夕日が落ちる直前の空はため息の風が吹き、予定のずれた今日の事情を、ああ忘れてくれる、ほう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 、青春のラップタイム、自己ベストだよ、陸上部からされるかもね、愛が僕を走らせるんだ、こんなに急いでいるのは好きだから、青春のラップタイム、人はみたいに息を切らし焦り処理になって一秒でも巻き返そう、青春のラップタイム、自己ベースときめくらず君が待つあの場所
懸命に走ることさ。ただ一つの理由は好きだから。いっぱいいるね。ね。ね、そう、ちょっと好きだからって。ありがとうございます。よかった、歌えた。そう、これもね、歌いたかったんですよね。そう。NMB といえば、あ、確かに、そっか。そっか、あれだもんね。名曲だもんね。確かに、確かに、確かに。あ、本当？聴きたかった曲？よかった。嬉しい。ということで、じゃあ、じゃん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 行きたいと思います。どうしようかな。じゃあこの流れだったらこれかな。すごいね、今日めっちゃ歌っちゃう。いいとか言って良くないって言われても歌っちゃうんですけど、ごめん、なんで聞いたんだろうって話だよね。じゃあこれもフルで歌ったことないかもしれない。うん、よいしょ。そう、流れ的には多分これは大丈夫だと思う。ごめんね、多分流れって大事だと思うよね。それではこの歌を歌いたいと思います。これもね、やりたいんだよね、やりたい曲。まさかこんな日が来るなんて思わなかった。憧れてた先輩から不意に声をかけられた。私の名前知ってたことびっくりしちゃう。バスケットのインターハイ応援に来てと、周りの友達が生やし立てるよ。キューブキューブ、私はあなたの彼女になれますか。ずうずうしい質問ですが聞かせてほしい。これからあなたの彼女になれますか。夢見がちな性格なので教えてほしい。ダメならダメと心の準備させてください。なれるよ。ありがとうございます。だってライバルが多いから信じられない。ワンオブゼルただの遊びだったら悲しいね。試合の日には他の誰か呼んでないかな。あの噂のチアリーダーちょっと気になっちゃう。困ってるその顔もかっこよすぎるわ。キューブキューブ、あなたにお弁当作っていいですか。早起きして作っていいか答えてほしい。私がお弁当を作っていいですか。調子に乗る大型なので叱ってほしい。嫌なら嫌とはっきり首を振ってください。チャンスに攻めないと悔いが残るから。キューブキューブ、私はあなたの彼女になれますか。
これからあなたの彼女になれますか。夢見がちな性格なので教えてほしい。ダメならダメと心の準備させてください。ございますね。コメント欄がね、なんか大喜利みたいになってるよね。ありがとうございます、ありがとうございます。パチパチパチね、すごいよね。なれるよとか、なれるよとかなれるよとかっていうのがすごい面白いね。みんなありがとうございます。ネギ刻んでた、そうネギ刻んでましたよ、うん、ありがとう。ダメな理由わけがない。ありがとうございます、ありがとうございます。もうなってます。ありがとうございますね。どうしようかな、何がいいかな。ちょっとでも次しっとりしちゃうかな。どうしようかな。だから何って、ありがとう。どうしようかね。次、じゃあ次は名曲、あ、じゃあこれかな。じゃあこっちに歌いたいと思います。これね、入ってる曲とね、入ってない曲とね、たくさんあるんですよね。ちょっと待ってね。どこだっけ？どっか行っちゃった。あ、こっち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 これ歌いたいと思います。私が歌えなかったこの歌を歌いたいと思います。選抜した、選抜にちょっとこれは入れなかった歌を歌いたいと思います。Baby だ、真っ白なパラソルは君の一つ初の予約席。ビーチさ、セブンティーズビビーだ、今年のお気に入りだね。パパマヤ、あ、すぐ噛んだ。バカンスに来たのかい、オーイェー。去年はタイムオーバー、恋の続き、太陽が待ってるよ。ラブラドール走って波打ち際へ、水しぶき跳ねながら誘うよ。砂の上追いかけ、あの日のようにサンダル脱ぎ捨てて、初めてのキスをしようか。一本のミネラルボタン、二人回し飲みするだけで、ピューマハ胸がドキドキするのは、本気で愛してるから。季節が過ぎてしまえば誰もいなくなるけど、oh yeah、 君に好きと言えるまで僕の夏はまだまだ終わらない。ラブラドール
恋はずっと冷たく何年も見守ってくれたんだ。小さい頃から一緒に育ってきたフレーズ、味方はラブラドール。ラブラドール走って波打ち際へ水しぶき跳ねながら、僕らを誘うよ砂の上追いかけ、あの日のようにサンダル脱ぎ捨てて、初めてのキスをしようか。ありがとうございます。盛り上げてくださって皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、続いてどうしようかな。どうしようかな。あ、そう。私さ、なんか昨日ね、いろんな方が歌ってるやつとか、いろいろ何歌おうかなとって悩んでた時に、そう、ゆきりんさんがそこの歌歌ってたんですよね。そう、それでね、そう、私そういえばこの曲も、歌ってるのに歌ったことないですよね。なんか歌うタイミングはいつもないというか、なんかこれっていつ歌えばいいんだろうみたいなところないですか。でもあれか、あれだか、自分のあれか、誕生した日とかに歌えばよかったのかな。でもなんかいつもなんかカラオケ配信はね、だいたいこういう時で、と誕生日の時はお話しすることが多くて、あとマックス歌うことが多いから、でね、どこだ、この歌、そう歌ったことなかったよね。これもね入れてたんですよね。どこだっけ、あれ、どこだ、どこ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 あった、あ、違う、これ、はい、そう、これもね、そう歌ったことがなかったんだよね。あ、ごめん、なんかドラムみたいになっちゃったとこと、そう、なのでなんかそう、タイミング、歌うタイミングがなくってなると、そう、なのでちょっとあれですね、じゃあ全ての方に向けて歌いたいと思います。それでは、聴いてください。これも歌ったことなかったです。意外とないよね、これ歌ってるメンバーも少ないと思うんだよね。あ、5月生まれの方、お、うわ、5月生まれの方だおめでとうございます。授業終わるベルが鳴ったら、不意に君を目隠して、思いわさず腕を掴んで連れ去る体育館、バスケットボールゴールあたり、不安そうに君は立てされ、何するのって聞かれたけど、じらして答えない。クラスメイトが集まって準備したのさ、こっそりアイマスクを外していい、それが合図だ、みんな一緒に鳴らす中、3、2、1、0、ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消せよ、君のためのパーティー始めよう。ハッピーハッピーバースデー、
作戦は大成功。誕生日覚えてたのさ、こんな大勢の友達が歌ってる。君の頬に涙サプライズ。紙のコップで乾杯しよう。今日の主役は君なんだ。みんなの気持ち受け取ってよ。寄せ書きプレゼントを。たった一度のセブンティーンさ、セミの声が降り注ぐ夏。ピースしながらみんなで撮った写真はタイム覚醒。広い世界の片隅で同じ時代を生きてる。今がきっと青春かも。遠い先でいつの日か思い出さろう。 3, 2, 1, 2. Happy Happy Birthday。 素敵な一年を。一つだけ今大人になって、そう君らしく大切に過ごすんだ。 Happy Happy Birthday。一人きりじゃないんだよ。辛いことに巡り合ったって、ほら見渡せば僕たちがそばにいる。笑顔たちの涙サプライズ。 Happy birthday to you。 Happy birthday to you。 Happy birthday dear my friendと息で、さあ次にせよ。さあその先の幸せに続くように。 Happy Happy Birthday。 まだ夢の途中さ、目の前の未来の道は輝いてるよ。まず一歩歩き出そう。君の頬に涙サプライズ。きらり光る涙サプライズ。ボノボスでグッドラックを君、声を揃えておめでとう。愛情込めておめでとう。ハッピーハッピーバースデー。グッドラックを君、ぎゅっと抱きしめおめでとう。最後にもう一回おめでとう。お誕生日おめでとう。すごい、いっぱいおめでとう詰まってるね。結構長かったかもしれない。おめでとう、あと言葉めっちゃ詰まってるね。なんだっけ、なんちゃかなんちゃかかんちゃらかんちゃらみたいな詰まってますよね。ありがとうございます、おめでとうって。みんなが誕生日みたいになっちゃった、ごめんね。この曲歌ったらみんなお誕生日みたいな、お誕生日みたいになっちゃった。あ、よかった、5月生まれの方おめでとうございますね。おめでとうございます、おめでとうございます。そう、私の、そう、これもね、カラオケで歌ったことなかったんですよ。毎月歌う。毎月早口。4ヶ月後。よかったです。そう、これね、配信でゆきりんさん歌ってて、そう、歌ってみたかったんですよね。昨日ね、そう、ちょっとね、いろいろと何歌おうかなって悩んでる時に、そう、ゆきりんさんを見つけてやってみました。ありがとうございます。ということで、いつの間にかも11時だね。確かにフルで聞いたよね、フルでね。ね、ありがとうございます。そう、ゆきりんさん7月か。でも配信が歌ってたのいつだっけ。全然お誕生日の時じゃなかったんだよね。ね、ありがとうございます。ということで、どうしようかな。続いては、でもこれもちょっと最後感あるから。ちょっと最後感あるので違う歌にしたいと思います。どうしようかな。何かリクエストありますか、皆さん。私結構今日ね、自分が用意してきたものをね歌っちゃったんですけど、 HKT さんだと何歌えるかな。あ、大滝さんお誕生日で歌ってた。確かに、でもお誕生日といえばやっぱこの歌っていうのあるよね。
いい歌ですよね。 HKT さん何歌えるかな。高いんですよね HKT さん。私出るかな、声が言っちゃうかもしれない。大丈夫かな。どうしようかな、ちょっと待ってね、見てみようか。ちょっとコメント欄が止まっちゃうんだよね、このカラオケ探すと。約束用がねなかったんだよね。私も約束用歌いたいなと思って探してたのね、昨日。そしたらなくって、そうか、うわーそうだよね、そうなかったの。めっちゃ歌いたかったんだけどなかったの、約束用ね。あ、メロメロジュース歌えるかな。あ、ごめん、なんかエコーかかっちゃった、エコーかかっちゃった。ちょっと歌えるかわからないけど、じゃあこのメロンジュースをいきたいと思います。エンディングだけ、エンディングだけ。大人列車だと1番しか歌えないけどいいかな、どうしよう。あ、1番でもいい、1番でもいいなら、もしごめんね、大人列車でもいい、どうしよう、ごめんね、1番しか歌えないけど1番でもいいかな。え、今超打ってる、よいしょ、打った、間違えた、大人な列車って打っちゃった、ごめんなさい、大人な列車って打っちゃった、ごめんなさい。そしたら出てこないよね。じゃあ一番だけ歌いますね、ブチ切りになっちゃいます。よし、カラオケは適当にカットするもん、本当大人な列車大人な列車って打ったら出てこなくて、そりゃそうだよね、な、いらないよね。いきます、ちょっと怪しい感じになってます。歌えるかな、歌えなかったらごめんなさい。あ、今見つけた、ありがとう、ありがとうございます。飛び出した車輪、君が乗っているのに、駅のホームで数秒僕は間に合わなかったと、追い街へ向かう噂聞いていたけど、まさかこんなに急だと知らなかったよ。さよならを言えば自分の気持ちちゃんと整理できたのだろうか。大人列車、僕はまた乗れるまま、見送りながら胸の奥の痛みに何か教えられる。こんなに悲しい別れと不快で、都合の口で光を探すように、悲しみ克服してゆく。あ、ありがとうごめんね、ムチってきちゃった歌えてた、歌えてました、よかった、歌えてたかな、歌えてた、よかったごめんね、一緒ねめっちゃ気まずいめっちゃ気まずい、ごめんなさい、久しぶりにブチした、ごめんね、めっちゃごめんまだごめんね、ミラーボールがめっちゃキラキラに光ってごめんなさい、ブチってそう切っちゃった、ごめんなさい。じゃあこれ HKT さんだと、あとなあるかな、なんかリクエストありますか。そうフル、でもね絶対わかんない、わかんない、わかんない感じになっちゃうよ、キラキラになっちゃった、ごめんね、ずっとキラキラしてるずっとキラキラしてる、ありがとうございます。でも最近ね、最近はフルで歌ってるな。そう、歌えるかな、ちょっと照らしてくれてから歌えるんで、サクタベ歌えるかな、サクタベちょっと頑張ってみるの。一回前に1年前ぐらいにフルで覚えたんですよ、フルで歌ったよね、なんか桜のさ、なんかそのテーマみたいな、桜テーマ募集した時に歌ったんですけど、その時にちょっとまた歌いたいと思います。歌えるかな、覚えてるかな、意外とちょっとねメロディーが変化球するんだよね。
ございます。長い時間かけて仲良くなれたのに、もう別れの季節が来た。分かり合うまでにクラスの誰かと何度喧嘩しただろう。同じ恋の制服、帰り道に集まっていつもの木の下黙って青空を見ていた。桜みんなで食べた満開の花びら、春風に吹かれた一枚キャッチして、桜みんなで食べた手のひらの花びら、さよならつぶやいて思い出と一緒に、ゆっくり飲み込んだら涙テイスト。あ、すごい、桜咲いてる。ありがとうございます。うまく言えないけど、今まで生きてきて一番楽しかった日々、次の未来でも幸せな出来事がきっと待っているだろう。分かってるのになぜか歩き出せない。いい天気だから余計に切なくなるんだ。全部食べてしまおう悲しみのリズム、口の中広がる桜の香りたち、全部食べてしまおう大切な記憶も、味なんなしないのにしょっぱく感じた。やがて散ってしまったら遠い青春、いつかきっとここの前で今日のことを思い出して泣きたくなるね。桜みんなで食べた満開の花びら、春風に吹かれた一枚キャッチして、全部食べてしまおう悲しみのリズム、口の中広がる桜の香りたち、全部食べてしまおう大切な記憶も、誰にも言わないよ私たちの秘密、ゆっくり飲み込んでやがて散ってしまったら遠い青春、涙テイスト。あ、まだやった。ありがとうございます。すごい、桜がなんかピンク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 になってる。ありがとうございます、ありがとうございます。すいませんちょっとわからないところとかもあったんですけど、ありがとうございます。あ、すごいすごいね、めっちゃなんか桜咲いてたよ。多分こんなピンクなショールームは多分ここだけじゃないかな今日はね、そう、ここだけだったよね。本当ありがとうございます、ありがとうございますね。そう、あいなちゃんのね卒業公演でもね披露させていただいたのでね、ほんと桜吹雪だよね。ね、また歌って、わかりました、ありがとうございますね。桜の季節がまたやってきちゃった、戻ってきたね。ということでまだ22分、歌えるね、まだ歌える。どうしようかな、何があるかな、あとありますかリクエスト3。うん、華やか、そう、すごい、何回聞いてもなきゃあ、先生ありがとうございますね、ありがとうございます。
STU さんだと思い出せてよかったなんだよね。うん、歌えるのが。そうなんですよね。仕事サボりながら見て、本当サボり。坂道さん、坂道さん何かあるかな。あれかな、何度目かな、何度目の青空かが前に歌ったやつかな、歌ったやつがあれかな。何がいい、桜の木になるね。そうだよね。あ、え、思い出してよかった、聞いたよ、本当。どうしようかな、君のこと。無音なの、無音で見てるの無音で見てくれそれ待って、カラオケ配信無音で見てくれてんだね。え、どうしようかな、悩むね。どうしようかな、無音は辛いよね。確かに STU は思い出せてよかったかな、歌えるの。それでもいいかな、大丈夫かな、思い出せてよかったがいい、大丈夫、歌おうかなって思いますね。無音だとさ、あれだよね、大丈夫かな無音でさ見てくれてるね、あれだよね。ちょっと待ってね、あった、確かに。そっか、コメント読まれてもわからないのか。誰のことを一番目に、これもいい歌だよね。教えてまさしなのに、あなたとしてあなたとしてる、そう私が。よし、じゃあこの歌歌いたいと思います。やばい、お茶飲んじゃった。君と知り合ってどれくらいだろう、いつが初めてか覚えていない、ずっと昔から聞いていたような言葉の懐かしさを僕は感じていた。スタートのその中で見失う花がある、通り過ぎる人の群れは、あの日見てた夢を捨ててどこへ急ぐのかな、この街を目指したわけ、もしも君と巡り合わなければ自分を忘れてきっと流されていた。ただの付き合いで言っただけなのに、花火大会に君がいたんだ、誰も気づかないイントネーションに一瞬ふるさとの空が目に浮かんだ、さえも見えず僕は揺れる影のようで孤独だと思った、思い出
ほっとしたよ出会って僕は今だって変わってない思い出せてよかった僕がこの街を目指したわけもしも君と巡り合わなければ自分を忘れてきっと流されていた知ってるじゃんねありがとうございます。確かに終盤、そっか、もう終盤か。終盤だね。どうしようかな。50分になったら即時タイムと忘れちゃった。何タイムだっけ。あ、お名前呼ぶタイムにしますね。ありがとうございます。確かにこんな時間だしね。そうだよね。どうしようかな。何がいいかな。あと続いて。そう、最後に今ね、あの歌を歌うっていうのは決めてて、今日マックスじゃないんだけど。そう、ちょっとね、違う、最後に歌おうかなと思ってて、何がいいですか。あ、確かにポンコツね、確かに NGT NGT の曲1曲しか歌ってない今日ね。そうだ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 グリーンフラッシュいつもグリーンフラッシュリクエストしてくださるよね。結構ね、みんなのねリクエストしてくださるこうあの曲がね、そう、分かってきたよ、好みが分かってきたよ好みが分かってきたね。好み分かってきた。そう、分かってきたよ。すっごい分かってきたそう、可愛い曲が聞きたいのかなとか。確かにね、そうだよね、シャーベットピンクいいよね。わかる、シャーベットピンクさ、この間披露させていただいて、 SKE さんの曲だとなんだろう、僕は不器用太陽、ただ君のそばで、これ一番しかかなシャワーの後だからもう入ってるんだよね。でもね、2番の歌詞ね知らないんですよ。ジッパーは入ってなかったの。ジッパーは前にね、そう、歌いたいなと思って歌おうと思ったの。そしたらね、そう、本当グレイフラッシュ希望の方が2人いるな。悩むな。みんなに聞くとみん全部歌いたくなっちゃう。ギコ伝ね、昨日のさ、昨日聞いてたんだけどさ、ギコ伝ってさ歌うの難しくて、わかる？なんかね、難しいんだよね、あの歌。こう、入りとかがすごく難しくて、そう、今練習中なんだよね。そう、一番しかね、ちょっとね、練習できなかった。難しいよね。なだだ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 。あ、すごい、クリフラッシュがすごい3つ入ったかな。そうだよね、結構難しいよね。なんか練習しててすごい難しいんだよね。そう、しかも2番も、あの、怪我しちゃったじゃない。そう、その入りとかもね、そう、ちょっと難しくて、あ、そう、なんかギブスしてるんだよね。そうだよね、電波がね難しいよね。じゃあグリーンフラッシュ歌おうかな。ありがとうございますね、リクエストいただきました。暗闇も歌おうと思ったの、悩んだのね。そしたらね、すごいね、言葉がチラ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 でね、ちょっとね諦めちゃったんだよね、難しくてね。そう、そう、ね、歌いたかったんだよね。ちょっとね、一人で歌うのね難しくて、そうね、ちょっと待ってね、どこだっけ、どこ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 、だんだんなんか定番になってきたかも、グリーンフラッシュね。結構私歌ってるかもしれない。ちょっと待ってね、かきぐけごぐぐぐぐぐあった、歌いたいと思いますということでグーとか言う、ごめんグーって言いながら探す人いないよね。ごめんごめんね、強めだった。それでは聞いてください。ちょっとしっとりめですけど、力んでた、あ、いい曲だよね、クラブもね。ね、
ちょうどグリーンだ。片隅で一人泣くより人混みの中で泣きなよ。にじむ街あふれる涙、喧騒が君に優しい。別れの記事が過ぎたことくらい分かってたはずなのになぜ辛い。本当は好きだったんだろう、恋だって認めなかったフィロー。強がっても心は丸見え、沈んだその声もレンラビュー。傷ついてそう痛くてもちゃんと強くなる。夕暮れが夜に変わる前に今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ止まりもいいよね。明日いいことあるかもしれない。ごめんなさい、ありがとうございます。グリーンの振り向くと寂しくなるよ。前だけを向いて行けばいい。足跡はやがて消えても後悔の影は消えない。いつか見た古いフランス映画、その中で言っていたそれが、太陽が沈んでいく瞬間、最後まで残る緑の光、それを見たら幸せになれる。なんだかいいよね、じゃあね、ミスユー。切なくてただ会いたくてずっと空を見る。夕暮れが夜に変わる前に今日の出来事すべて思い出す。明日持ってゆくことだけを選ぶ。お茶、すごいお茶が流れてる。涙がいっぱい流れるのは心を消毒してるんだ。辛くなるだけの恋のウイルスは洗い流してしまおう。失恋をしたその数だけ人は誰かとどう出会うんだ。その不安に負けないで、ジャッケストロンガー。夕暮れが夜に変わる前に今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ止まりもいいよね。明日いいことあるかもしれない。もう少し強くなれたらそうきっと君にも見える。幸せが君にも見える。すごい、ありがとうございます。いろんな絵文字で緑を表現してくださってありがとうございますね。いろんな緑がいっぱい、ありがとうございます。すいません、私はこちらですね。目に優しい、よかったね。じゃあそろそろね、あれですよね、なんかバーンってなる曲って何ですか、皆さんがバーンってなる曲ってみんな何ですか。みんなの中でなんかぶち上がる、なんかぶち上がるみたいな、なんてぶち上がるだってのかな、あげあげみたいな、お茶の新しい使い方しちゃったね。ありますか、シャーベットピンクがやっぱり。じゃあ最後は、最後の曲はちょっとしっとりしてるのでめっちゃファーンってかな。
セカオね、悩むね。バンザイビーナスね、歌えたらいいんだけどね。そう、サビしか知らなくてごめんね。何か、うわ、分かれた。すごい、わっちゃこな、わっちゃこなね、入ってないんだよね。ヘビーローテーションね、確かにね。クラ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 ね、プライオリティね。そう、プライオリティもね、練習しようと思って、プライオリティ入ってなかったんだよね。そう、うわー、悩むな。シャーベットピンク、ロックだよ人生は。確かに、私確かにその歌を歌ったことないね。確か入ってるっけ。入ってるんだよね。そうだよね。ちょっと今度練習してくるね。ね、ちょっと久々に歌うからね。うわー、セカオか、セカオね。そうだよね、そうだ、それも当たったことなかったね。ちょっと待って。うわー、みんな何が好き。みんなありがとうね、書いてくれて。ほこりの丘もいいよね。確かに確かに、セカオね。そう、 HKT バージョンさんがあるんだよね。 HKT バージョンさんじゃないんで、 HKT さんのバージョンがあるんだよね。だよね、どうしよう。トチョンが入ってないんだよね。そう、トチョンが、私が一番言いたかったこともね、入ってなくって。そうなのよ、僕の太陽ね、いいよね。わかります、わかります。悩む。 NGT の曲だったら何ですか、皆さん。何かな、セカオかな、セカオかな、セカオに一周かな。そう、シャーベットピンクもね。そう、みどもりもいいよね。ちょっと待って、みどもり、なんか全部いいな。全部良かった。どうしよう、青春時計もね、いいよね。これなんだっけ、いつかのタイミングで青春時計歌ったよね、私ね。よし、じゃあ分かった、セカオを久しぶりに歌おうかな。久しぶり、ちょっとぶりか、ちょっとぶりに歌って。全部いい、分かる、全部いい曲でさ、悩んじゃった。でもいけるかな。トトト、そう、トトト友達もいいよね。わかる、わかる。なんか久しぶりにカラオケ配信したら、なんかさ、今日あれかなと思ったの、時間余らしようかなと思ったけど、ありがとうございますね、皆さん。歌います。あ、世界はどこまで青空なんだろう。あ、ここが地平の彼方に目を細めた。ああ、どこかで誰かが泣いてはいないか。ああ、日差しがこのまま続けばいいけれど、晴れていてほしい、澄み切ってほしい。悲しみは風に流されて、何もない空を、美しい空を、青空を僕は信じる。ああ、突然予期せぬ嵐が来たって。絶望をなんかしてはいけない。待っていてほしい、見上げててほしい。この空は立ち直ってゆく。太陽は昇り、そしてまた沈み、永遠に光輝く。おお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 
世界はどこまで青空なんだろう。ああここから果てまでまた会おうならいいのに。微笑んでほしい、泣かないでほしい、幸せになってほしいんだ。嘘のない空を、限りない空を、駆け巡る鳥が希望が、ウォー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 。僕たちは叫び続けよう。ということでありがとうございます。聞いてくださってありがとうございますね。ウォー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 って言ってくれてありがとうございます。いい曲だよね本当に。もう歌うたびゆかちゃんが言う、ありがとうございますね、たくさんありがとうございますね本当に。ペンライトだったりミラーボールだったり拍手だったり音符だったりハートだったりありがとう、パソコンだったりありがとうございます。ということでじゃあ次の曲が最後の曲になります。ありがとう、って言ってくれた、ありがとうありがとうございます、って言ってくれた、ありがとうございます、ありがとう、って言ったすごい、の数多いの数多い人いた、ありがとうございます。とこの歌をね、ちょっとフルで覚えたのでこの歌を歌いたいなと思って、そう今はね、カーフで披露させていただいてて、ちょっと待ってね、どこだっけ、どう、なんか難しいよね、探すのね、探すの難しいよね、探すの難しいんだよねこれね。50分、大丈夫かな、ちょっと過ぎちゃうかな、どこだ、あった。じゃあしっとりと最後の曲聴いてください。ちょっとね珍しくマックスじゃないんですけど、そう、ありがとうございます。細い路地の奥、赤い屋根の隣、5階建ての古いマンションだけど、南西向きの大きな窓が気持ちよくて決めた。ワンルームが4月からの僕の城、心の隅にあった思い出すべて片付け、新しい財布揃えて生まれ変わるように、もうここに引っ越しするよ、そのうち遊びにおいでよ、君がそばにいない現実に慣れていないんだ、やっと引っ越しするよ、何かのついでによってよ、ちっとも広くないのに愛の余白を埋められないんだ。12番に、みんな12番にね。そんな説明じゃ君は迷うかもね、
左側にクリーニングが見える。ぼや言えなかった。もしもそれでもわからなければ僕が立っているよ。どこにいても迎えに行く、いつだって二人は喧嘩したわけじゃなく、自然の流れでそれぞれの部屋探した。半年前のあの日をここに引っ越ししたよ。寂しくなったらおいでよ。僕が一人でいることに気づいて欲しい。猫と引っ越ししたよ。そっちは元気でいるかい。荷物が半分ないだけで愛が大きく見えてしまうんだ。大混雑 ?12 番にみんな大丈夫、座れた ?12 番に座れたかな？座った？移動できた？大丈夫？あ、12番に座って。12番だよ。12番だからね。12番に投げるよ。ここに引っ越しするよ。そのうち遊びにおいでよ。君がそばにない現実に慣れていないんだ。やっと少しするよ。何かのついでに寄ってよ。ちっとも広くないのに愛の余白を埋められないんだ。僕のハートは引っ越しできない。見ていただきありがとうございました。そう、巻いてね、巻いてね、みんな巻いて巻いてありがとうございます。はい、今回はテープ代わりに使わせていただいたのはこの iPad の充電器です。ありがとうございますありがとうございます楽しかったすごい楽しかった。こんなになんかなんだろう、楽しくっていうよりかはなんかしっとりして気持ちを終わる予定だったんだけど、なんかこんなにちょっとこんな面白くなる予定ではなかったんだけどねありがとうございますね、皆さんありがとうございます。ということで今日も見ていただきありがとうございます。じゃあテープでみんなとあのなんていうの、みんなが掴んだ手でじゃあ撮りましょうみんな掴んでるからね、みんなの先のいとこどうやったら、みんなほらみんなと今ね、みんな12番シュールすぎる、ね、みんな、なんか取り損ねたっていうコメントあったけどちゃんと受け取ってくれたよね掴めたね、掴めたわーい、掴めた、みんな12番じゃあ12ってしとこうか。ありがとうございます取れました、よかった、取れた、ありがとう。ということで、はい、頭、確かに頭の上あれだね、頭の上映ってる。ななこさんのが飛んできた、あ、ごめん取れたかな、みんな。あ、お誕生日プレゼント、あ、おめでとうございます。あ、おめでとう、ちょうど当日、おめでとうございます。
いましたか。あ、おめでとうございますってコメントもありがとうございますね。ね、明日っていう方もいらっしゃったり、もうちょっとっていう方もで、おめでとうございますね皆さんね。自分のことこだけすり抜けてない、大丈夫大丈夫、みんなねすり抜けてないよ。確かに芸が細かいね、確かに。ありがとうございます。そう、これでね、いつでも12番大丈夫です。ありがとう。ということで今日見ていただきありがとうございました。ありがとうございます。それではお名前を呼びさせていただきますね。13位がセナミアットワンタン温泉さん、ありがとうございます。あら、舌出しちゃってる私。懐かしい NGT48 物語なんですよね。ありがとうございます。当時髪短かったね。ありがとうございます。そして、12位が傭兵ニコリワンタンさん、ありがとうございます。あ、サインのやつにしてくれてる、ありがとうございますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうどショールーム来てくれてありがとうって書いてあったありがとうございますね。そして11位がジャンジーアット西ヶ岳ワンタンさん、ありがとうございますね。いつもありがとうございます。ありがとうございます。そして10位がソウルメイトさん、これごめんね、ソウルメイトさん結局何か分からなかったんだよねこれなんかおいしそうなよね。 何かなこれ、ごめんね、ずっと気になってるんだよね。ありがとうございます。そして9位がハマジさん、明日から仕事再開、いいゴールデンウィークになりますように。ありがとうございます。明日いいゴールデンウィークになりますように、どういうこと、どういうこと、どなりますように。これからゴールデンウィークってこと、これからお仕事ってこと、どっちだありがとうございます。そして8位が宮野美希あと西ヶ岳に住みたいさん、ありがとうございます。え、うちってこと、うち猫いっぱいいるけどいい、ありがとうございます。 ありがとうございます、見ますね。ありがとうございます。ありがとうございますね。住みたいって書いてくれてありがとう。うち猫いるよいっぱいそれでもいいかな。そして7位がバボちゃんとあなたのバボルさん、 ありがとうございます。ちょうどフランボワーズさんとの写真にしてくれてる、ありがとうございますね。ありがとう、すぐ設定してくれてありがとうございます。美味しかった、ゴールデンウィークキウイみんな食べてみてね。そして4位がヨングさん、ありがとうございます。おつぼね T シャツとタオル、すごいおしゃれ撮りしてる、おしゃ撮りしてる、ありがとうございますね。また来てきてくださいね。そして声がミヤット0031ワンタン西ヶ岳あのチームエコーさんナナミちゃんが書いてくれて私にしてくれてる、見に行ってくださってありがとうございますね。ありがとうございます。そして4位がせつなワンタンさん、ありがとうございます。懐かしい食品サンプルね、また作れたらいいな、作りたいな、作りたいですね。そして3位が音速の気候子アットワンタンさん、ありがとうございます。あ、インスタライブのスクショしてくれたかな、ありがとうね、ありがとうございます、見てくださってありがとうございます。そして2位がたかしんアット今年はマリナビークで楽しんでますちょうど今の写真にしてくれてありがとうございますね。ありがとう、楽しんでね、ちょっと楽しませられるように頑張りますね。そして1位が K アット新潟涙サプライズ、ありがとうさん、あ、よかった、ちょうどね5月の誕生日の方にね、歌えてよかったです、ありがとうございます。ありがとう、すごい、ありがとうございます。ポニテールの写真にしてくれてる、ありがとうございます。ということで今日も見ていただきありがとうございました。ありがとう、みんなの夢とかな、つなみさん、ゆうへいさん、せんじさん、ソルメイトさん、花火さん、みやのみっきーさん、まぼちゃんさん、ヨングさん、みーさん、せつなさん、大阪の木越さん、たかしんさん、けいさん、ありがとうございます。何曲歌ったんだろうね、私ね。結構歌ったかな。でも全然まだまだ歌えちゃうぐらい。よっちょ。ありがとうございます。ということで、前満足の2時間、本当ありがとう。ぜひ明日もね、明日は22時16分から配信するので、よかったらぜひ来てください。楽しかった？楽しかった。ありがとう。またね、ちょっと歌える曲も増やしていきますね。ありがとうございます。ありがとうございますね。楽しかったよ。ありがとう。嬉しい。毎日配信があって。ねえ、毎日配信だね。毎日配信だ。ありがとうございます。たくさん歌ってくれてありがとう。こちらこそ。ごめんね、全然今日コメント読めなかったんだよね。アイヤのモノマネできる？え？草壁アイヤです。違うね、全然違う。今ごめん、ドラえもんがいたよね草壁あんやです、ってすいません、怒られるね、これ誰でも一緒になっちゃうし、踊れちゃう。あ、ごめんなさい、順番が入れ替わってしまいましたね。13位が傭兵さん、10位がノアマスターさん、ありがとうございます。ノアマスターと西荻大好きマンさん、
ありがとうさんちゃんじいさん、ごめんなさいごめんなさい、大丈夫かな、ごめんね順番入れ替わっちゃって。12が生下さん、ありがとうございます。ごめん知らない人でできちゃったよね。ということで初期のドラえもんになっちゃった、ありがとうございます。めいちゃんみたいになっちゃった、ありがとう。また配信しますね、明日はコメント読むね、ごめんね明日はコメント読みます、ごめんね今日読めなかった全然。おやすみ、ありがとう、またね、ありがとうございました。あーシドグはカラオケ配信シンプル、ごめんねありがとう、またね、ごめんねありがとう、教えてくれて、バイバイ、また明日お会いしましょう。